葬られたる秘密アッテッド・シークレット。小泉やも。ラフカディオ・ハーン。戸川めいぞう役。昔、丹波の国に稲村や玄介という金持ちの商人が住んでいた。この人に、お園という一人の娘があった。お園は非常に礼利で、また美人であったので。 玄介は田舎の先生の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用のある従者をつけて娘を京都にやり、都の夫人たちの受ける上品な芸事を修行させるようにした。こうして教育を受けて後、お園は父の一族の知人、ながらやという商人に片付けられ、ほとんど四年の間、 その男と楽しく暮らした。二人の中には一人の子、男の子があった。しかるに、お園は結婚後四年目に病気になり死んでしまった。その葬式のあった晩に、お園の小さい息子は、お母さんが帰ってきて二階のお部屋にいたよ、と言った。お園は子供を見て微笑んだが、口を利きはしなかった。 それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで一家のうちの誰彼がお園のであった二階の部屋に行ってみると驚いたことにはその部屋にある遺灰の前に灯された小さい松明の光で死んだ母なる人の姿が見えたのである。お園はタンス、すなわち 引き出しになっている箱の前に立っているらしく、そのタンスにはまだお園の飾り道具や衣類が入っていたのである。お園の頭と肩とはごくはっきり見えたが、腰から下は姿がだんだん薄くなって見えなくなっている。あたかもそれが本人のはっきりしない繁栄のように、また水面における影のごとく透き通っていた。 それで人々は恐れを抱き部屋を出てしまい、下で一度集まって相談をしたところ、お園の父の母の言うには、女というものは自分の駒物が好きなものだが、お園も自分のものに執着していた。多分それを見に戻ったのであろう。死人でそんなことをするものも随分あります。その品物が、 ダンデラにやられずにいると。お園の着物や帯も、お寺へ納めれば、多分魂も安心するであろう。で、できる限り早く、このことを果たすということに決められ、翌朝、引き出しを空にし、お園の飾り道具や衣装は、皆、寺に運ばれた。しかし、お園は、次の夜も帰ってきて、前の通り、タンスを見ていた。 それから、その次の晩も、次の次の晩も、毎晩帰ってきた。ために、この家は、恐怖の家となった。お園の夫の母は、そこで、ダンデラに行き、住職に、ことの一期一重を話し、幽霊の件について、相談を求めた。その寺は、禅寺であって、住職は、学識のある老人で、 大元和尚として知られていた人であった。和尚の言うに、それはそのタンスのうちか、またはその近くに、何か女の気にかかるものがあるにそういない。老婦人は答えた。それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスにはもう何もございませんのです。大元和尚は言った。よろしい。では今夜、 私がお宅へ上がり、その部屋で番をいたし、どうしたらいいか考えてみるでござろう。どうか、私が呼ばるときの他は、誰も番をいたしておる部屋に入らぬよう命じておいていただきたい。日没後、大元和尚はその家へ行くと、部屋は自分のために用意ができていた。和尚はお経を読みながら、そこにただ一人座っていた。が、 根の濃く過ぎまでは何も現れては来なかった。しかし、その刻限が過ぎると、お園の姿が不意にタンスの前に、いつとなく輪郭を表した。その顔は何か気になるといった様子で、両目をじっとタンスに据えていた。お生はかかる場合に称するように定められてある教問を口にして、さてその姿に向かって、 お園の戒名を読んで話しかけた。私はあなたのお助けをするためにここに来たものでござる。定めしそのタンスの中にはあなたの心配になるのも無理のない何かがあるのであろう。あなたのために私がそれを探し出して差し上げようか。影は少し頭を動かして承諾したらしい様子をした。そこで和尚は立ち上がり、 一番上の引き出しを開けてみた。が、それは空であった。続いてお章は、第二、第三、第四の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて出した。箱の内部を気をつけて調べてみた。が、何もない。しかし、お園の姿は前と同じように、気にかかると言ったようにじっと見つめていた。 どうしてもらいたいというのかしら。と、和尚は考えた。が、突然こういうことに気がついた。引き出しの中を貼ってある紙の下に何か隠してあるのかもしれない。と、そこで一番目の引き出しの張り紙を剥がしたが、何もない。第二第三の引き出しの張り紙を剥がしたが、それでもまだ何もない。しかるに、 一番下の引き出しの張り紙の下に何か見つかった。一通の手紙である。あなたの心を悩ましていたものはこれかなと、和尚は尋ねた。女の影は、和尚の方に向かった。その力のない行使は、手紙の上に据えられていた。私がそれを、焼き捨てて死んぜようか。と、和尚は尋ねた。 お園の姿は、お尚の前に頭を下げた。今朝、すぐに寺で焼き捨て、私のほか誰にもそれを読ませない。と、お尚は約束した。姿は微笑して消えてしまった。お尚が、はしご段を降りてきたとき、夜は明けかけており、一家の人々は心配して下で待っていた。ご心配なさるな。 もう二度と影は現れぬから。と、お尚は一堂に向かって行った。果たして、お園の影はついに現れなかった。手紙は焼き捨てられた。それは、お園が京都で修行していた時にもらった縁書であった。しかし、そのうちに書いてあったことを知っているものは、お尚ばかりであって、秘密は、 お尚と共に葬られてしまった。